天道女上天道女上小定元年7月17日は中国の南宋の総統州の総属性は湯、字は長沖な、明州県足志公の出身、天道山慶徳寺の第31世住職を務めた、女上禅寺語録が伝えられる、日本総統州の海祖道源の詩、道山領海の流れを組む石町里士官の方を継ぎ、 当時中国の禅宗で主流を占めた臨在宗大英派とは対照的に病理を超越した禅僧だったと言われる。総統禅は目標禅ともいい公安中心の臨在禅に対しひたすら禅に打ち込むことによって内面の自在な境地を体得しようというものであった。女将は武器は両派の没後の1224年に天道、山系徳寺の住職となった。 私そうした道元は1225年から帰国する1227年まで女女の下で学んでおり女王は1225年の夏安居の期間に退捕した道元に因果を授けている道元は女王の教えに従って建政より離れ世俗化した当時の仏教については根本からこれを批判し仏だ本来の精神に立ち返ることを唱えたこうして女の教えは 道元による日本総当州の改装にあたってその基礎の形成に大きな役割を担った。ありがとうございます。